高知赤十字病院は、高知県高知市にある医療機関である。日本赤十字社高知県支部設置の病院である。旧称は、日本赤十字社高知支部病院、日本赤十字社高知支部病院。地域医療支援病院の承認を受けるほか、地域がん診療連携拠点病院、災害拠点病院などの指定を受ける。ドクターカーを1994年10月から運用。 現在は ICU 病床を30床備える。新築移転前の旧高知赤十字病院2013年8月26日の高知県高知市連携会議での大崎正直高知県知事と岡崎誠也高知市長の会談により、高知赤十字病院を旧四季房高知工場跡地に移転する方向で検討することが決定された。移転スケジュールとしては、 2014年6月を目途に基本構想及び基本計画を策定し、その後施設の基本設計、実施設計を行い、2017年4月に新病院建設に着工、2019年度に新病院退院とする予定となった。移転地の隣接地には高知市北消防署があり、救急出動の際には救命救急センターの医師が救急車に同乗するなど、 迅速かつ適切な救命活動を実施することで、救命率の向上を図った。さらに、北消防署には訓練施設が整備され、その施設と病院の救急機能を活用しながら、高知市はもとより県全体の救急隊の効率的かつ効果的な実習研修を、これまで以上に行うことにより、良質な救急医療を提供し、県全体の救急医療の充実を図る。 合わせて、新たに整備するヘリポートを活用して、中央医療圏にとどまらず、秋、高畑医療圏に迅速な救急医療を提供し、地域全体の安心、安全を守る施設として、さらなる救急医療の充実を図っていく。ありがとうございます。